F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F-4 ファントム、第4世代戦闘機は F-16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型を全て F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及び呉島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。
2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上？すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、
F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の原油戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな？次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、
2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、関西用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、
開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3 地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルをすべて迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助するなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年になって、対中国への牽制の意味もあるのか、海上自衛隊とアメリカ海軍が様々な共同訓練を実施しているよね。その中でも特に注目を集めたのが対戦線を想定したヘリコプター共同訓練なんだよね。SH-60K と MH-60R がタッグを組み、日本とアメリカの連携を確認して、さながら実戦想定の訓練を行ったと言われているやつだな。一部の情報では、実際に魚雷を使用した訓練を行ったとも言われている今回の訓練、今後の日本の防衛にどのように活かされるか期待しているところだよ。さて今回は、海上自衛隊とアメリカ海軍対戦線共同訓練の模様を詳しく紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊によると、今回の共同訓練については2022年3月11日のプレスリリースで、その内容の一部が明らかにされているよ。その内容によると、2022年3月8日と10日に相模湾にて、アメリカ海軍との初めての共同対戦水艦 ASW 訓練を実施したことを明らかにし、その目的として日米安保条約に基づく相互協力の基礎を確認することと、抑止力及び対処能力を強化するものとして、海上自衛隊とアメリカ海軍との相互運用性の向上を図ることとされているんだ。訓練には、海上自衛隊厚木航空基地に所属する実験航空部隊である第51航空隊、第513飛行隊の SH-60K 哨戒ヘリコプターが参加し、アメリカ海軍も厚木海軍航空基地に所属する第77ヘリコプター海洋打撃飛行隊と、第51ヘリコプター海洋打撃飛行隊の MH-60R シーホーク対戦哨戒ヘリコプターが参加したみたい。
訓練の内容で注目すべきは、アメリカ海軍の MH-60RC ホークに、海上自衛隊が運用する魚雷を搭載して海面に投下するというもので、ヘリコプターから海面に落とされた訓練用魚雷は海上自衛隊横須賀基地に所属する、輸送艦2号が回収するというルーティンで行われたんだ。相模湾で訓練が行われたのはもちろん初めてで、アメリカ海軍太平洋艦隊では対潜哨戒ヘリコプターによる魚雷投下訓練は、アメリカ本土西海岸のサンディエゴ基地周辺で実施されているため、国外でも初めての実施となったし、ましてや海上自衛隊と共同訓練を行ったのも、今回初めてであったことから、初めて尽くしの訓練となったよ。そして、公表されている訓練目的をもう一度確認してみると、海上自衛隊とアメリカ海軍の対潜哨戒ヘリコプターを用いての共同 ASW 訓練とされているよ。実際に訓練の風景を目撃した関係者によると、海上自衛隊の SH-60 系哨戒ヘリコプターは航空支援を担当していて、訓練用の1-2式単魚雷と思われる魚雷を投下したのは、アメリカ海軍 HSM-77 の MH-60R であることから、MH-60R での1-2式単魚雷の運用試験も行ったのではないかと思われるね。さらに、アメリカ海軍と海上自衛隊の武器弾薬の共通運用を確認する意味もあったと思われるんだ。アメリカ海軍と海上自衛隊が、武器弾薬を共通運用するとき、それは有事があったときにしかありえないぜ。アメリカがウクライナに弾薬を送るからお前の持ち分よこせ、とは言えないだろうし、日本はそれに応じる義務はないからね。でも、尖閣諸島に中国が侵攻してきたとき、これは日米安保条約の中で、日本とアメリカは共同で日本領土の防衛を行うことになり、武器弾薬も融通しながら侵略者に向かって対抗することになるな。まあ、尖閣諸島を日米安保条約の対象地域に含むかという部分は、アメリカも玉虫色の話しかしていないので不安要素は残るが、いずれにせよ、アメリカと日本は共同作戦を行うことがあり、そのためには様々な運用面の連携を高めておくことが欠かせないというわけだな。そもそも、日本とアメリカの兵器や武器弾薬は、日米安保条約を考慮して共用運用ができるように考慮されているよ。今回の共同訓練を行った海上自衛隊の SH-60 系とアメリカ海軍の MH-60R は、どちらもアメリカのシコルスキーエアクラフト社製の SH-60C ホークを原型として開発されたもので、さらにその原型をたどれば同じシコルスキーエアクラフト社の汎用ヘリコプター UH-60 ブラックホークとなっているよ。この UH-60 ブラックホークはアメリカ陸軍が1979年に導入した多目的ヘリコプターだけど、様々な任務に対応できる汎用力を持っており、そのこともあって派生型が数多く開発されているんだ。実際、アメリカ海軍や日本の自衛隊だけでなく、オーストラリア、台湾、コロンビア、メキシコ、イスラエル、トルコ、アラブ首長国連邦などで導入、運用されている実績はあるよ。それだけ、性能に優れたヘリコプターであることは事実で、おまけに今回の共同訓練で魚雷投下もできることが分かった時点で、さらに能力を誇示することができたとの見方もあるね。そして、海上自衛隊の SH-60 系は、シコルスキーエアクラフト社の SH-60B に防衛省技術研究本部が開発したシステムを搭載し、三菱重工業者がライセンス生産した SH-60J をもとに、再設計された哨戒ヘリコプターとして運用されているんだ。今回のリブランド機は、2005年8月10日から運用されているもので、近代改装が行われていることから、まさに最新鋭のヘリコプターとして仕上がっているよ。基本的な外形は、SH-60J を踏襲しているんだけど、SH-60J はキャビンの天井が低いため作戦用機材を搭載した場合に、作業がしづらくなるという欠点が現場から寄せられていたこともあり、それを解消するためにキャビンを前方に 33cm 延長、天井高を 15cm 高くしたほか、胴体右側の扉の開口部を拡大することで、捜索救難や輸送の際の作業がしやすくなり、さらに用途が増えたってわけ。そして、注目すべきは対戦能力の向上でもあるんだ。リブランド機になり、対戦関連のセンサー類が一新されたんだけど、その際に逆合成海溝レーダー ISAR 機能を導入した HPS-105B や、吊り下げ式ソナーとして海傘天井機構を導入して、低周波化した HQS-104 を正式採用するとともに、射出投下したその部位の音響信号を解析する機能も強化されているみたい。また、
磁気探知機 MAD として最新技術が惜しげもなく投入された ANAS981 が搭載されているよ。兵装も、SH60J ではマーク46魚雷と74式機関銃のみであったものが、SH60K ではこれらに加えて97式、12式単魚雷の他に対戦爆弾や、AGM-114M ヘルファイア2空対艦ミサイルの搭載が可能となったことで、地対空、空対艦、地対戦、空対空などの様々な戦場において対応することが可能となっているな。これを知った、中国の軍事関係者は中国空軍のヘリコプターの装備を見直し、日本に対抗するように性能強化を命じたとも言われているぜ。一方、アメリカ海軍の MH-60R は機上音響信号処理装置として、新型の ANUIS-2EMSP が採用され、吊り下げ式ソナーとその V8 機から同時に収集された情報の同時処理が可能となったよ。吊り下げ式ソナーには、低周波の ANAQS-22 フラッシュが採用され、その V 発射機も新型となった上に、ANAPS-147 合成開口レーダーが新規採用され、電波探知装置 ESM には ANAL-Q210 を搭載するなど、自衛隊機以上の能力を有する機体に仕上がっているんだ。これだけの情報を見ると、アメリカ海軍も海上自衛隊も、高性能な対戦哨戒ヘリコプターの運用を行うことにより、対戦水艦戦能力の高さは世界でもトップクラスの能力を秘めていることがわかるよね。ちなみに、対戦哨戒ヘリコプターの ASW において敵潜水艦を探知する方法はいくつかあり、まず一つには敵潜水艦が潜んでいると思われるポイント上空に到達した後、ホバリングをしながら吊り下げ式ソナーを下ろし、音波を発信するアクティブモードで探索する方法が一般的だね。もしソナーに反応がなかったら、別のポイントに移動して同じ作業を繰り返すのと並行して、母艦にデータを送信して敵潜水艦が潜んでいる位置を正確に割り出す作業を行うよ。また、もう一つはその V と呼ばれるコンパクトなポジティブソナーを多数投下し、敵潜水艦が発するエンジン音、スクリュー音などを探知したその V が送信したデータを分析し、敵潜水艦の艦首や位置を割り出す方法も並行して行われることがあるってわけ。これらに加えて、海上自衛隊の SH-60K に搭載された磁気探知装置 MAD が、大きな威力を発揮することが期待されているよ。具体的には、装置を機体から吊り下げた状態で飛行しながら、敵潜水艦の艦体から発する磁気を探知させるもので、これらの方法は固定翼対潜哨戒機の P3C や P1 などでも同じだね。このように、敵潜水艦を探知し位置を割り出したら攻撃を行うことになるんだけど、敵艦を確実に撃沈する場合には魚雷攻撃を実施することになるってわけ。この時、自衛隊が使用するのは日本の独自開発により開発された12式単魚雷なんだ。これは、防衛省技術研究本部と三菱重工業者が開発し、2012年に正式採用されたものだけど、それまで使用されていた97式単魚雷の深海域対処能力に加え、沿岸海域での運用も視野に入れて開発されているんだ。深海域では、海水の塩分濃度や水温、海流、海底地形などが複雑なために、正確に目標に到達させる能力を高める必要があったみたい。そのため12式単魚雷では、潜海域でも対応できる新型の高帯域音響振動子アレイが用いられ、さらに沈底潜水艦探知用のサイドスキャンソナーと磁気センサーが追加されたことで、誘導部の残響処理など信号処理能力を向上させることに成功したよ。このことで、日本の沿岸部や諸島部の浅瀬に潜んでいる敵潜水艦をいち早く探知することができるようになり、さらには発見時に速やかに攻撃して撃退する攻撃能力を一度に手に入れることができたってわけ。ここまでの能力を有することができれば、あとは訓練により連動を高めることが必要だね。今までの訓練だけでなく、今回の共同訓練のように、様々な技術や経験を積む機会を設けることで、連動をどんどん上げることも必要だな。特に、共同訓練を行うことはアメリカとの共同戦線を誇示することにつながるから、中国やロシア、北朝鮮に対して、日本に手を出すとアメリカが黙っていないとアピールすることにつながるぜ。まあ、実際にアメリカがそこまで日本のために戦ってくれるのかどうかは不安だが、アメリカだって日本の高性能魚雷を手に入れることができるなど、メリットは少なくないな。日本としては、独力で国土を守る能力と、アメリカと共同で作戦行動を行えるポテンシャル、この二つを周辺国に継続してアピールしていくことが必要なのだろうと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。
最近は一気に夏が近づいてきた感じがするよね。昼間は外にいるだけで汗ばんでくるし。まだまだ真夏日にはほど遠いけどな。今年の夏も暑くなりそうだぜ。コロナ禍でマスク着用は相変わらずだからね。感染対策ももちろんだけど、熱中症にも気をつけようね。水分補給はしっかりとやっていかないとだね。さて今回は、リチウムイオン電池搭載潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。南シナ海での黒潮潜水艦が突如として現れたことを、みんなは知っているかな？護衛艦加賀などが、米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時なんだけど、今となっては後出しになってしまうんだけど、当時のチャンネルでも、潜水艦が海底に入ると言っていたよ。行った3か後くらいに当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も前から南シナ海での訓練を行っていた。護衛艦加賀の海底には黒潮が任務を遂行し、南シナ海で極秘任務についていたと発言したよ。なぜ、今頃発表と考えてしまうんだけど、実は黒潮は旧型の潜水艦で、その旧型でも南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されずこのタイミングという場面で発表したんじゃないかな。つまりは抑止効果ってわけだな。でも、そういう型潜水艦がもう一隻海底にはいたのではないだろうかという気もしているぜ。そういう型潜水艦の潜航深度は旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は極秘扱いになっているし、1000メートルは潜れるという人や500メートルがいっぱいという話などもあるから、詳細は不明だがな。そうだね。実際にはその潜航深度は謎のまま未だに議論が繰り広げられているけど、当チャンネルでは、800メートルと考えているよ。最新鋭の鋳竜や闘竜など、リチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えるんだけど、この潜航深度はそのまま変わらないだろうと思うんだ。そういう型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えるんだけどね。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいると思うよ。静粛性は実質トップと言えるから。さて、それじゃあリチウムイオンを搭載した鋳竜の引き渡しに備え、性能をおさらいしていこうかな。日本には潜水艦が数多くあるんだけど、鋳竜の出現が今までの潜水艦の歴史を変えたんだ。鋳竜は2018年10月4日に進水式を終えたばかりだし、本当の活動はまだまだこれからだけど、日本の本気の忍者が完成したのだと言えるんじゃないかな。まさしく海底の忍者だね。ちなみに鋳竜の建造費は660億円だったそうだぜ。この鋳竜の出現とは、一体どんな意味があるのかな。高性能な潜水艦は自国よりむしろ他国への脅威となるはずだし、つまり日本の周辺国中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな脅威的存在だと感じることだろうね。なぜなら、日本に近づくことをしたら、空か海の両方を突破しなければならないんだし、忍者鋳竜なら海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるだろうしね。自分たちの見えないところは潜む見えない敵ほど恐ろしいものはないよね。ここで、鋳竜に関する中国メディアが書いた記事を紹介していくよ。三菱重工神戸造船所で10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は鋳竜といって、そういう型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が世界で初めてリチウムイオン電池が搭載された軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリであるジンリー統計は19日、鋳竜に関連した記事を載せました。そしてリチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのかと啓発しました。これまでのそういう型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容だったんだ。また、記事は鋳竜が使用しているリチウムイオン電池についても説明していたよ。このリチウムイオン電池の発明に関しては日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいんじゃないかな。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池だね。蓄電量は普通の電池の3倍と言われているから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるんじゃないかな。充電のために浮上しなくて済むわけですから、
潜水可能時間が長くなるはずだよね。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるから、どうしてこんなに良いものを中国では採用しないのかという疑問が出てくるのも無理はないと思うよ。ジンリー・トウティアオの記事は中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しているんだ。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実だね。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になるし、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できるね。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題予算とかのせいで、長い間採用が見送られてきたんだ。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性はずっと以前から確認されていたと報道されているぜ。ということは、結局中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って信頼性に欠けるというのが正直なところなのかもしれないよね。中国の別のメディア開始等は10月24日、欧州については15年進んでいると言われるが、この間には致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しているよ。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されているんだけど、その大半は日本製と言われているんだ。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くあるんだよね。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要だからな。水艦の位置を確認する方法の一つがソナーマンによる機体の音の補足なんだが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然だよな。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということだね。記事はこれらのメリットを認め、東方の大国イコール中国よりも、15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら中国国内の危機感を示しているみたい。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在する指摘を行っているんだって。それがリチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえばどんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しているんだ。それに続けて、2013年1月には日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題はその後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは現段階では判別しがたいとも言っているみたい。と言っても、2013年4月には日米当局がアメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可しているから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと判断していいと思うよ。どうして日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのかって話だけど、この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じているんだよね。そして記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、欧州に対する危機感を示していたみたい。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みだから、中国だけではなく、世界中から注目されるところだろうね。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないかな。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないだろうし、追い越すことも夢のまた夢だと思うけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今回の雑学は、戦国時代についてだよ。僕、アニメも好きけど、戦国時代も大好き。だって、昔の合戦なんかは迫力があってすごいよね。確かにね。そんな戦国時代の合戦で活躍していた馬なんだけど、どんな馬だったと思う？そりゃあ、競馬なんかでも活躍しているかっこいい馬だろ。僕も同じ意見だよ。珍しく意見があったね。でも正解は、木曽馬と言われる小さな馬しかいなかったんだ。え、なら僕が知っている馬は何？あれは西洋種の馬なんだ。しかもその西洋種の馬が来たのは、1700年代のことらしいよ。小さい馬なんてポニーみたいじゃないか。そうだね。それじゃあ今日の動画は終わりだよ。また明日も見てね。
尖閣諸島の有事リスクがどんどん高まっているさなか、陸上自衛隊では1・2式地対艦誘導弾の長距離化を踏まえて、石垣島にミサイル部隊を配備することを決定したよ。これまでにも、陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイルを有する部隊は、沖縄本島をはじめ宮古島や、鹿児島県の奄美大島にすでに配備されており、今回の石垣島を含めて南西諸島への配備は4カ所目となるな。相変わらず中国のプレッシャーは強烈だから、あらゆる方法を使って日本の領土を守ってほしいと思うよね。さて今回は皆が注目している、石垣島へのミサイル部隊配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも南西諸島は、鹿児島県の南方海上から沖縄県の与那国島にかけて、1200km にも及ぶ範囲に点在する島々の総称だけど、1997年頃から本格的な海洋進出を強めた中国海軍と、最前線で対峙する位置となり、緊張感が高まっているってわけ。かつての中国は、陸続きで接する旧ソ連との国境線を国防上の最大の課題として、その防衛を担う陸軍重視の政策を採用していたんだけど、ソ連崩壊に伴い方針を転換、台湾併合に向けた東方海上への進出を軍事目標としたことで、南西諸島に緊張感が高まることになったよ。南西諸島を第一列島線と名付け、自国の防衛のために、必ず死守しなくてはならない線として考えている中国のことだからな。日本の領土に勝手に線を引いて何を考えているの？という常識は中国には通用しないもんね。中国は、その第一列島線において、制空権及び制海権を確保することで、アメリカ軍の影響力を排除する方針を目標に掲げているよ。さらに中国はこの第一列島線の東側の日本の伊豆諸島から小笠原諸島、そしてグアム島、サイパン島からパプアニューギニアを結ぶ線を第二列島線と位置づけ、西太平洋地区を自分の勢力圏とする構想を打ち出しているってわけ。この二つ位の線、そしてその内側の部分で制海権を確保するために、中国は海軍の拡張をどんどん進めているんだ。空母の運用、新型戦闘機の開発、ミサイル兵器の開発、様々な手を使って、仮想敵国であるアメリカに対して強く抵抗しているわけだね。そんな中国にとって、尖閣諸島は太平洋の出入り口に当たる場所であり必ず確保しておきたい要衝ってわけなんだ。そういうこと。ここに日本やアメリカがミサイルを設置したり、空軍基地を設けてしまえば中国本土が攻撃範囲になるのはもちろん、自慢の海軍を太平洋に出撃させる際に大きな障壁になるから、かつては、周辺海域の海底に埋蔵されていると言われている豊富な石油などの、資源を目的に尖閣諸島の領有権を主張してきたと言われる中国だけど、すでに資源は自国で十分賄えるほど生産しているわけで、真の目的は対アメリカ戦争時の障害を未然に排除することが目的なのだろうと考えられ始めているよ。もし、中国の野望が達成された暁には、現状でアメリカ海軍がほぼ独占してる、太平洋やインド洋における支配権を駆逐し、2040年頃をめどにアメリカ海軍と互角以上の海軍力を保有し、世界の海を二分する勢力にまでなってしまうことが考えられるんだ。ここまで壮大な中国の海洋進出の計画を鑑みれば驚異的な速度での海軍艦艇の建造にも納得がいくんだけど、果たしてその青写真が計画通りに進行できているのかといえばそうとばかりは言い切れないみたい。中国における目標の一つ、第一列島線内の制海権の確保は2010年頃までの目標に挙げられていたんだけど、日本は海上自衛隊の潜水艦戦力の増強を行っており、ひとまず2012年には常備22隻体制を確立したことで、少なくとも東シナ周辺までの制海権を中国に許すことにはなっていないね。また、今回取り上げる石垣島への陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊の配備も、第一列島線内の中国軍の艦艇や航空機の作戦行動を阻害する手段のうちの一手であると言えるよ。今回、石垣島に装備されるミサイルは1・2式地対艦誘導弾と呼ばれるものなんだけど、1・2式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているんだ。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程ではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長が進められることになったってわけ。
改良型の開発については、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだが、この部分まで性能を高めることを想定しているぜ。また、重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によっていつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する抑止力として運用することを想定しているな。仮に、石垣島に配備した12式地対艦誘導弾を想定すると、すでに現在の性能でも尖閣諸島は十分防衛できるし、尖閣諸島に接近する中国軍艦艇を先制攻撃するには十分な性能を有しているね。これが射程距離を 1500km まで伸ばすと、中国本土にある敵航空基地や有力な、港湾海軍艦艇などを狙って先制攻撃が可能になるってわけ。もちろん、現行法令では先制攻撃などできないけど、基地攻撃能力について検討が進められ、その方針が正式に是となれば中国の喉元に合口を突きつけるような形になり、かなりのプレッシャーになることは事実だよね。このような状態になるまで、放置しておいたことが問題ではないかとの声も聞かれるんだが、アメリカも日本も、中国の軍拡がここまでのスピードで進むとは誰も考えていなかったんだよな。ソ連の崩壊、冷戦の終結を誰も想像していなかったように、かつて想定されていたことよりも明らかに変化のスピードが速いぜ。1980年代までは、日本の航空自衛隊が当時世界最高の制空能力を誇る F-15J イーグル戦闘機によって、尖閣諸島や南西諸島の制空権を確実に掌握していたんだけど、中国の航空戦力も充実してきた結果、もはや数的優位は中国に奪われてしまい、その差はこれからも開いていくと想定されているんだよね。現在、航空自衛隊は最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の、通常滑走路仕様の A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な、B 型42機の合計147機を調達してステルス性能による質的優位を確立する戦略をとっているけど、これでも中国の所有する戦闘機の機数には全然足りないよ。この F-35 ライトニング2のステルス性能ですら、それを探知するレーダー類が近い将来実用化されるのは確実と見られており、早ければここ5、6年で新型レーダーが実戦配備されることになれば、ステルス機による優位性を失う可能性もあるんだ。つまり、制海権と制空権を維持するためには、いかに先制攻撃を仕掛けることで、敵の戦力を前言することが必要かっていう、そういう戦略の大転換が必要なんだね。撃たれる前に敵のミサイルを破壊する、察知される前に敵のレーダー基地を破壊する、などの先制攻撃が行われなければ国防も成り立たないからな。そういう意味での基地攻撃能力なんだから、左翼系活動家の主張に惑わされることなく、しっかりとこの点は議論を深めてほしいと思うぜ。12式地対艦誘導弾頭の地対艦ミサイル部隊を南西諸島へ配備する最大の目的は、南西諸島イコールつまり第一列島線を越えて東に進出しようとする中国海軍艦艇の行動を抑止することであり、第二列島線への到達を防ぐことにあるんだ。中国海軍が空母遼寧や空母山東に続いて航空母艦の建造を進めているのは、第二列島線内の支配力を高める狙いを持っており、第一列島線上の日本や台湾への攻撃に用いる可能性は極めて低いと言われているものの、自国の領土や領海を他国の艦艇に蹂躙されるというのは、決して歓迎されることではないよね。アメリカにとっても日本が少しでも中国艦艇を牽制してくれれば、とは思うだろうが日本としては自国の領土が侵されない限り先制攻撃はできないわけで、アメリカの事情だけでは動きが取れないのも事実だぜ。と言っても、アメリカが日本のために一緒に戦ってくれるかどうかも、疑問符が残っちゃうんだよね。うんうん、尖閣諸島について、日米安保条約の範囲内かどうかは明確にしていないアメリカ、施政権が及ぶ範囲において日米安保同盟は有効であるという、不明瞭な回答に左右しているアメリカを、どこまで信用すればいいかわからない部分はあるからね。あれほど守ると言っていたウクライナも、
結局はロシアの攻撃を許して戦争は長期化する様相を見せており、アメリカの優柔不断さばかりが目立つことになっているんだ。アメリカを信頼することも必要だが、アメリカが率先して動いてくれると思うのも尊敬。それぐらいのイメージを持っておいた方が良さそうだな。そういう意味で、今回の石垣島へのミサイル部隊配備は、日本だってやるときはやるぞとアピールするには十分だし、実行力のある防衛だと思えるよね。ちなみにアメリカは、装備される1-2式地対艦誘導弾に強い関心を持っていると言われているぜ。自国にない兵器で、かなり性能のいいものを持っている日本の1-2式地対艦誘導弾について、その技術提供を内々に持ちかけてきたそうなんだけど、日本がどう対応したかは明確ではないんだ。だけど、アメリカと日本が共同で作戦に当たらなくてはならないのは事実。お互いが都合のいいようにくっつくのではなく、覚悟を決めて共通の敵に当たる時にはしっかり当たってくれる。その確約だけは欲しいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。護衛艦出雲とかがが戦闘機艦載に向けて回収を行うことはみんなも知っているよね。そもそもこの二艦の回収が進められることになったのは、尖閣諸島に対する中国のプレッシャーがかなり強まっていることにあるからな。ほぼ毎日領海侵犯を行うのは当たり前だし、挙句の果てには日本の EZZ において経済調査を強行するなど、まさにやりたい放題の中国だからね。尖閣諸島に手を出してもアメリカは黙っているだろうと思わせてしまえば、中国は明日にでも尖閣諸島の実効支配に乗り出してくるだろうしな。そうではなく日本だけでも十分守りきれるとプレッシャーをかけることが、今の日本にできる防衛ってわけだね。そんな日本の防衛において出雲加賀が果たす存在は極めて重要なんだ。急がれる二艦の回収計画が、スムーズに進行することを願わずにはいられないよ。さて、今回は、護衛艦出雲加賀の F-35B 戦闘機艦載に伴う回収計画を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本においても、垂直離着陸が可能な F-35 ライトニング2B 型戦闘機の導入が急がれている中、甲板耐熱加工の試験も完了した護衛艦出雲が、次の定期点検時には艦首をスクエア型へ変更するプログラムが予定されているみたい。実際、F-35 ライトニング2B 型戦闘機の納入までには時間を要するため、その間に艦首の改修工事と甲板のスクエア型への変更、これらの改修を先行して着手することは決まっているんだけど、その理由は戦闘機及び乗組員の安全運用に最良だからとされているんだ。2020年9月末には、2022年度の防衛予算の概算要求が発表され、その中に海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀を、航空母艦に改修するための必要経費として約230億円がしっかりと掲示されていたことから、2022年にはすでに具体的な改修に着手することが確実に予定されているようだね。この3つの護衛艦を航空母艦へ改修する際、艦上の全通飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することを想定すると、まず必要になる改修が耐熱加工となっているよ。どうして耐熱加工が必要なの？ F-35 ライトニング 2B 型戦闘機は、離発着時に非常に高温の排気熱を放出するため、既存の甲板では運用に耐えられないことから、甲板に耐熱加工を施す必要があるんだぜ。この改修について、出雲は2020年3月から、ジャパンマリンユナイテッド社横浜工場で飛行甲板の耐熱工事を施して、2021年6月には完成させているよ。さらに、2021年11月にはアメリカ海兵隊岩国基地の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機と合同の訓練を実施し、四国沖の太平洋で実際に離発着訓練を行い、成功させているんだ。自らの訓練を世界中に公開するということは、それだけ自信があると同時に、日本が空母を所有することを対外的に宣言する意思が見て取れるよな。改修後の出雲に、外観上の変化はほぼないんだけど、甲板を見ると従来のヘリ運用に必要な白いライン表示に、F-35 ライトニング2用の黄色のラインの表示が追記されており、同様の運用を可能としているアメリカ海軍の強襲揚陸艦に類似していることがわかるんだ。また別に、進行方向へ向かって右翼に環境構造物が設置されているんだけど、前とした黄色のライン表示が邪魔しないように、左翼端に近い位置に引かれていて戦闘機の滑走距離の確保を図りつつ、安全にも考慮されているみたい。そして、さらなる改修部分は甲板の形状変更だね。収益後から現在まで出雲の全通飛行甲板の先端部分は台形だったんだけど、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機用の黄色いライン表示の先をたどっていくと、
艦首部への距離が短くなってしまうため、今後は幅を拡張して長方形に改良していく予定とされているよ。実際には、2025年から始まる2回目の大改修において出雲の艦首部分改良を行う予定で、合わせて加賀は2022年春以降に耐熱加工と甲板の形状変更の改修工事を同時に行う予定となっているみたい。第一段階の改修工事を終えた出雲は、今までのように哨戒任務や各種訓練公開などを再開させつつ、近いうちにはアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 戦闘機を発着艦させる運用試験を始めるんだって。この運用試験は極めて重要で、飛行甲板での固定翼機運用方法はもちろんのこと、空母や揚陸艦として艦隊運用する未知の世界を、海上自衛隊はしっかりと学ぶ必要があるぜ。そのために、アメリカ海軍や海兵隊の協力を得て共同訓練を積み重ねることで習熟していく必要があるってわけだな。また、艦載機を運用する航空自衛隊においても、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の操縦訓練をはじめ、連動を高めていきつつ、最終的には自衛隊オンリーで総合訓練を行って、正式運用をスムーズに行うための準備が進められることになるってわけ。両者が組み合わさり、順調に運べば2024年には、空母出雲加賀が収益することになると思われるけど、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の購入スケジュールなど、影響を受けることは多数あり、アメリカの事情によってスケジュールが変わってくる、などのことは十分にあり得るね。ちなみに、アメリカ製の F-35 ライトニング 2B 戦闘機の汎用性は、世界的に定評があり、特に短距離離陸も垂直着陸での運用ができることが、大いに役立つと言われているぜ。垂直離陸着陸に関しても物理的には可能とされているが、離陸時に搭載できる燃料や兵装の量を考えると、短距離離陸での運用にした方が負担も少なくなるので運用効率も良いと言われているな。先ほど改修計画で触れたんだけど、出雲や加賀の飛行甲板の先端を拡幅して長方形にする理由は、アメリカのワスプ級やアメリア級の強襲揚陸艦と同様のスタイルとされているよ。その方がアメリカ式運用術をマスターするのに適しているし、共同訓練の過程でお互いの戦闘機がお互いの空母に離発着することを想定すると、共通項を増やしておくことが当然と言えるからだね。だけど同じ F-35 ライトニング 2B 戦闘機を搭載しているイギリスの航空母艦クイーンエリザベスの、飛行甲板はアメリカや日本とは異なったスキージャンプ式の発艦装置を装備しているよ。これは、発艦時の連続発艦を効率よく行うなどの事情により設置されているものなんだけど、発艦方法もスムーズに行えるとも言われており、軍事アナリストの間では出雲加賀も、スキージャンプ式の発艦装置に改修をした方がいいのではないかとの声も囁かれているんだ。とはいうものの、それはあくまで今後の運用面を考慮して決定されるべきだな。出雲や加賀は空母オンリーの運用だけではなく、対潜哨戒任務を中心としたヘリ運用も考えられているため、必ずしもスキージャンプ式の発艦装置が必須ではないとも考えられるぜ。すでに出雲加賀の船体前方下部には、対潜戦闘用の大型ソナーを設置していて、その位置にスキージャンプ式発艦装置を設置してしまえば、艦艇のバランスが崩れてしまうからね。最悪の場合には艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態を招く危険性も考えられ、台風発生時などの荒天時は波の影響を受けて転覆のリスクも高くなってしまうからな。出雲加賀の運用にあたって、日本政府は常時 F-35 ライトニング 2B 型を運用せず、必要な人任務に合わせて必要な機体を搭載すると明言しているよ。そのため、F-35 ライトニング 2B 戦闘機だけでなく、従来の SH-60 型対戦哨戒用ヘリコプターを搭載しての体制も併用させる意向にあるみたいだから、対戦哨戒任務の重要性が非常に高いことが伝わってくるよね。たとえ出雲と加賀が航空母艦に改修されたとしても、これらの理由からスキージャンプ式発艦装置が設置されることはないってわけだね。漫画家川口海二氏の名作空母いぶきのような空母が登場しないってことで、一部の間に合わさず悲しかったことだろうと思うよ。あらゆる改修を行ったとしても、F-35 ライトニング 2B 戦闘機を運用するには、クリアしなければならない様々な課題があるよ。その一つには、製造元のアメリカへ行き母艦となる艦艇を派遣して、運用可否について認定を受けなければならないことだね。2022年には出雲が当該試験を受ける予定となっており、これだけを見ればお金と時間のかかる戦闘機だと思ってしまうんだけど、その手間をかけてでも絶対に実用化したい。そうしなければ国防の充実が図れないと考えているみたい。この試験の段階で、出雲の飛行甲板工事は未完了ではあるものの、
この状態でアメリカから運用認証を得ようとしていることを鑑みると、F-35 ライトニング 2B 戦闘機自体の運用そのものには大した影響はないと思われるから、とにかく試験に無事に合格してくれることを願わずにはいられないな。ちなみに、日本政府としては空母化する艦艇出雲加賀の2艦のみと明言しているぜ。それはもう空母はいらないと考えるのか、間に合わせの空母はこれだけと言っているのか、どっちなのかは不明瞭だよね。個人的には、F-35 ライトニング 2B 戦闘機の運用実績も加味した上で、本格的な航空母艦を建造して備えるのか、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦を建造するのか、いろいろなパターンで次の空母について積極的に検討してほしいと思うぜ。そうなると、現在の日本国憲法に定められている攻撃的兵器の保有禁止の原則と、どのようにバランスも取りながら計画するかが課題になってくるけど、中国とプレッシャーは今後も続くことが予想されるわけで、護衛艦出雲加賀の存在をしっかりと活用しつつ、次の一手を見せ続けることが国土の防衛には欠かせないと思うよ。攻撃的兵器の保有ではなく、攻撃を抑止するための抑止兵器としての空母。このような考え方を柔軟にしていってもらえると、国民も安心できると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。14年ぶりに韓国海軍が就航させた大型輸送艦マラドをみんなは知っているかな？揚陸能力がすごいと言いつつも、実は軽空母に改造できるだとか、F-35 だって運用できると豪語していたやつだよね。実際にマラド級は何のために建造されたのか、意味がわからないという声が多いのも事実らしいぜ。本当に意味があればいいんだけど、意味がなかったらちょっと笑ってしまうよね。そうだね。そこで今回は、このマラド大型輸送艦に隠された意味を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ドット級揚陸艦の2番艦として登場したマラドは、満載排水量は1万9000トン、全長200メートル、全幅31メートルのスペックを誇り、乗員数330名の他に海兵隊員720名を収容することが可能な揚陸能力を保持しているよ。また、主力戦車6両、KAV 水陸両用車7両、LCAC エアクッション型揚陸艇を2隻、汎用ヘリコプターを7機から12機程度、艦内2隻再収容する能力を有しているみたい。固有の武装としては、艦首と艦尾に 20mm バルカン砲 CIWS を備え、艦橋後部には地対空ミサイルを発射可能な KVLS を装備しているね。まあ、ここまでの装備を整えていれば輸送艦としては十分と言えるが、そもそも韓国陸軍をどこに輸送するのか疑問符が残るよな。マラドの飛行甲板には、5つもの発着用スポットが設置されており、韓国海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろんのこと、必要に応じて韓国陸軍が運用する大型ヘリコプターを運用できるようにもなっているとされているね。ヘリを使って揚陸作戦を行う、そんなシチュエーションがあるとすれば、北朝鮮沿岸に向かっての敵前上陸か、竹島奪還のための逆上陸しか想像はできないよな。むしろ、竹島防衛のためにこの艦首があるのではないかと、うがった見方をしている人もいることは事実だよ。実は韓国海軍、このマラドやフラッグシップ艦であるドクトの2艦を軽空母化し、短距離離陸垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を搭載して、運用することを検討することも語られていたんだ。でも、その計画の実現にはまだまだ時間がかかるようで、アメリカに対して戦闘機の購入を申し出たそうだけど、アメリカからは釣れない返事しか返ってきていないみたい。アメリカとしては、艦載機ではなくてもオスプレイでいいのではないかとの意見もあるようだね。実際、アメリカ海兵隊のオスプレイの運用には、マラドもすでに対応できる状況で、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として周辺有事の際に使用できるようになっているとも言われているが、これが韓国国内の親中派には面白くないようだぜ。というのも、アメリカが想定している朝鮮半島や台湾海峡有事は、明らかに中国を仮想敵国としているわけで、その軍事行動には韓国軍も当然同盟国として組み込まれているからだ。昨今、韓国は中国回帰とも言える姿勢を明らかにしているから、あまりアメリカにべったりしすぎると中国様の機嫌が悪くなってしまうじゃないか、というのが親中派の意見のようだね。実際、アメリカのミサイル防衛システムサードが2017年に韓国国内に配備された時でも、中国は明らかに反発していたし、中国からすれば、中国から韓国を攻撃するとでも思っているのか、と難癖をつけつつも、実際にはその防衛システムが、
中国本土を狙っている攻撃型ミサイルではないかとの懸念を拭いきれなかったってわけ。韓国がアメリカの言い分を受け入れようとすると、韓国系企業の関税を引き上げたり、中国への進出を合法的に阻害するなど、かなりの嫌がらせを行ったのは、韓国政財界には記憶に新しいことだぜ。独裁国家が力を持つとろくなことにならないよね。独裁国家だからこそ、力をつけるのか、力をつけるから独裁国家になるのか、そこはわからないけど、珍しく哲学的だね。まあ、そんな事情もあり、韓国は中国にかなりの配慮、気遣いを重ねているようだよ。このマラドについても、揚陸艦という分類ではなくあくまで輸送艦という交渉を貫いているのは、中国への明らかな配慮の一つと言われているんだ。揚陸艦ならば、その仮想敵国はどこなのだ。中国にこう問われた時には日本と答えると、中国様は痛く満足することだろうね。でもアメリカ様は同盟国になんてことを言うのだと逆切れするだろうから、うまいことのらりくらりと回答しなくてはならないな。もちろん、アメリカに同じ質問をされたら中国北朝鮮と答えることは間違いないだろうから、こんなどっちつかずの国を同盟国として面倒を見ているアメリカには、ちょっと同情するぜ。今後、韓国は3万トン超級の軽空母建造を目指す方針を打ち出しているけど、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていたものを、改めて軽空母と言い出したに過ぎないよ。あれれ？中国様の顔色はいいのかな？アメリカ様に断りをしたのかな？なんてなことを考えてしまうよね。韓国にはその2国よりもさらに顔色を見なくてはならない国日本があるからな。日本といえば、中国による尖閣諸島など南西諸島の防衛の必要性が高まったことを理由に、ヘリ搭載型護衛艦出雲と加賀を軽空母化する改修をスタートさせているけど、韓国は日本の空母保有を、マラド級の軽空母化や新規の軽空母建造の最大の理由にしているね。あの日本に負けるのは腹立たしい。日本が持っていて韓国が持っていないのは問題だと、国力や技術も顧みずに欲しがる国韓国は、こうして軽空母までその勢いで建造することになりそうだな。そもそもドクト級は、イギリスでインビンシブル級航空母艦の、建造に携わった BAE 系列企業の支援を仰いで行われたものであり、そういった意味ではすでに空母技術の部分的な移転を受けているかもしれないね。実際、韓国の軽空母計画の内容として、クイーンエリザベス級航空母艦の建造に携わったイギリスのパブコックインターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めていることは事実だよ。さらに、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら、公開しているイギリス空母クイーンエリザベスに関しても、韓国に寄港する可能性があると示唆されており、韓国の軽空母建造プロジェクトにイギリスが関与する公算は大きいのではないかな。それでは、なぜ韓国海軍がマラドの建造に踏み切ったのか、その原点に帰って考察してみたいと思うよ。当初は、上陸作戦支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇も同時に装備して、敵前上陸から支援攻撃まで足したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたみたい。そのためにも、搭載するヘリコプターはオスプレイが必須だったようで、アメリカ様の顔色を伺ってかつてのインチョン上陸作戦を再現することもあるでしょう？と言ったかどうかはわからないけど、なんとかアメリカ様のご機嫌をとって、ドクト級でのオスプレイ運用試験を許してもらったみたいだね。とは言っても、韓国が望むように空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルはまだまだ得られることができず、今後アメリカにどのような感じで甘えて助けてもらうかが、見ている側としては面白いかもしれないな。そして、韓国の軍事資料を調べていると、意外な事実もわかってきたよ。なんとマラドに関連するプロジェクト名が大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているんだ。これは、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているためにこの名称を使っているみたい。そちらを攻めるために使いません。嫌な日本を攻めるときに使う。いや嫌な日本が持ってるからこっちも持たなきゃいけない事情があるのですよと、中国や北朝鮮に説明をしたかどうかはわからないけど、中国や北朝鮮だってなんでお前たちが軽空母を必要とするの？って、聞きたくもなるよね。アメリカ様に助けてもらえばいいじゃんって言われたら、グーの根も出ないもんね。でも、韓国軍の中にはアメリカばかりへの依存への不安や、自国防衛は自国で、という考えもあるかもしれないね。先ほども紹介したアメリカのサード配備の結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、
中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がったことも事実なんだ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。経済面でもすでに中国は兄以上の存在ではないか。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを国際政治の中で当然のように考えるのであれば、ちょっと軽薄かもしれないがな。でも、マラドー系空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないぜ。韓国の現状では、有事になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されていることで大きな抑止力が働いていることは事実だよ。だからといって、アメリカが来なかったら困るから、軽空母を一隻持っておこう。そんな安直な考えだけで抑止できると考えるのは早計だね。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで大きな戦力となっているけど、韓国は打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけだよ。アメリカ太平洋艦隊との連携ももちろん必要だけど、すでに連携は図れている状況であり、それでいて中国の軍拡に対抗するためにあらゆる策を講じなくてはならない。その一つが出雲加賀の軽空母化だったわけ。ちゃんと敵を見て、己に不足していることを補う軍備、韓国のように周りの国の事情や自分のプライドを満たすための軍備では、決してないのよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が世界に誇る海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった、出雲型については、知らない人はいないよね。簡単に言うとヒューガ型を元に大型化されたヘリコプター搭載護衛艦だな。いろんな創作物にも登場しているよね。ちなみに映画のシンゴジラにも出たみたいだよ。お前は本当にアニメや漫画とか映画とか、好きだよな。物語って自分が知らないことをわかりやすく知れるからね。ノンフィクションだけじゃどうしても飽きちゃうから。話を戻すと、出雲型はストーブル機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められて、これに対して中国メディアのワンイーと香港メディアのフェニックステレビが主張を繰り広げていたみたい。今回はそんな出雲型について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。半年以上前の2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了した出雲において、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上で米海兵隊の岩国基地所属の F-35B が、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての新しい第一歩を踏み出したよ。海上自衛隊護衛艦の出雲と加賀は、この先2026年頃を目標に、空母として運用するための改修をすべて終わらせる予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に編成して、両艦の艦載機とする手はずを順調に進めているところだね。中国メディアのワンイーは出雲での F-35B 発着艦試験を報じた上で、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦は戦後初めての出来事であるとして、出雲がヘリコプター護衛艦として運用されていたベールを脱ぎ捨てて、いよいよ軽空母としての本性を表したと記事で主張したみたい。それだけに止まらず出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンと比較してわずか1万9500トンしかないにもかかわらず、中国の J10 や J15 を圧倒する性能を持っていることから、出雲の戦闘力は遼寧よりも高く、強い空母となることが予想されるため警戒する必要があると論じているぜ。どこかの国みたいに頭ごなしに日本より自分の方が上にだって言ってるよりマシだね。物事を客観的に見えているし、警戒できるだけ厄介とも取れるよな。ステルス性能において F-35B の方が中国軍の J15 より優れているだけでなく、レーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANAPG81 に関しても、J15 が F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと困難であることと比較して、F-35B は J15 を 200km 離れた地点から探知捕捉できるとして、能力に雲泥の差があると報じているようだね。そう報じられた後、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J20 くらいしかないが、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めており、現段階において中国海軍は日本の軽空母を決して甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘しているらしいよ。
香港メディアのフェニックステレビでも同様に10月9日に出雲の F-35B 発着監視権についての記事を掲載しており、その中で日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することよって海上戦闘能力を大きく向上させ、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになるという分析を報じたんだ。また日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を関連づけて中国を常に仮想敵国として意識し、軍事的に対抗するために多額の防衛予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強して攻撃的になっていると非難し、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張していたよ。軽空母改修後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することができるようになり、日本がアメリカから調達予定の F-35B が42機であることから、これらの F-35B がフルで空母艦載機として運用されることに違いないだろうと思われるね。出雲と加賀の改修完了後、空母運用が実現化に向けて進め、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降を予定しており、その前に中国海軍は3隻目の空母を就役させて最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになっており、日本が2隻を運用したとしても明らかな量で中国海軍が上回ることになり、人海戦術のように圧倒されてしまうことは危惧しなければならないことだよ。内実は中国メディアである香港メディアのフェニックステレビの記事は、日本の海事、空自の戦力強化はすでに自衛の枠を超えており、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性もあると言っており、中国軍は日本の軍国主義復活を一部で警戒しているよ。そりゃあ脅威が間近にあれば備えるよ。でも別に日本は中国と違って領海侵犯なんてしないもんね。この二つの記事から、中国メディアの1位は出雲加賀は中国空母にとって脅威となるとし、香港メディアのフェニックステレビは二つの護衛艦は恐れるに足らず、中国空母の敵ではないとして無楽の主張をしているようにも見えるが、結局のところ出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることに変わりはないってわけ。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J-20 に関して、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機と位置づけられているけど、実態は米空軍が1983年から2008年まで運用していた、世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同等のスペックであり、レーダー反射断面積において F-35B と比較してもはるかに劣っているんだ。仮に尖閣諸島問題が悪化して海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとしたら、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J-20 戦闘機130機と対抗するなんて N 字にするようなもので、有事の際には米海軍の空母打撃群の支援を受けないと惜敗するのが目に見えているぜ。現時点で海上自衛隊において新空母建造計画はなく、出雲型と同じ日向型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もないが、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態を想定しておくことが最も重要であるんだよね。米軍のサポートは受けられないって割り切って準備した方が良さそうだね。中国が建造を急いで進めている3隻目の空母003型が就役して空母3隻体制になってしまって、130機の艦載機に対抗するためにも南西諸島に日本版空母キラーとして、君臨する陸上自衛隊の長射程地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると示唆するよ。はっきり言って空母の建造計画は一朝一夕でできることではないし、陸上自衛隊のミサイル部隊を展開させる方が容易であり、防衛省は 1500km の長射程を持つ1・2式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備を加速して進めるべきなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学の時間だよ。それじゃあ行ってみよう。今日は缶詰について話してみようか。みかん缶があるのにバナナ缶やイチゴ缶とかはないよね。缶詰は長期保存のために作られたものであり、缶詰が発明されたばかりの頃は、味はそこまで美味しいものではなかったみたいだよ。今では様々な種類の缶詰が発売されるようになり、少し高めの高級感のある缶詰も発売されるようになって、味のクオリティもかなり向上したんだ。フルーツの缶詰からお菓子の材料に使うペースト、あるいは夜ご飯の一品となるようなものまで、いろいろな缶詰があるよね。そんな中でもフルーツの缶詰は食べる機会が多いものだと思うけど、よく売り場で見かけるのはパイナップルや桃、オレンジなどが多く、
バナナやイチゴやメロンなどの缶詰はあまり見かけないよね。同じフルーツなのになぜ缶詰が発売されているものと発売されていないものがあるのか理由を説明するね。それじゃあ早速バナナやイチゴやメロンの缶詰がない理由について説明していくね。実はこれらの缶詰を見かけない理由には、缶詰の製造工程に関係があるんだ。缶詰は長期間の保存を目的として製造されるもののため、加熱処理をして殺菌をする必要があるんだ。この加熱処理をする際に、酸味が強いフルーツは低温短時間で殺菌をすることができるため、長期間の保存に向いている。酸味の強いパイナップルは、缶詰でなくてもそのまま焼いて食べたり、酢豚に入れて加熱して食べたりするよね。一方、酸味が弱いフルーツについては高温で長めに加熱処理をする必要があるんだ。しかし、バナナやメロンは高温で加熱してしまうと著しく見た目が変化したり、味が変わってしまうことから、缶詰にする際の加熱処理には向いていないんだよ。イチゴに関しては酸味があるものの、長く加熱してしまうと色が変化してしまい、柔らかくジャムのようになってしまうんだ。それなら、イチゴジャムで十分ってなっちゃうよね。バナナやイチゴなどの果物は今や輸入なども含めて一年中食べられるということもあって、あまり缶詰の需要がなく、わざわざ缶詰にして食べる必要がないってのもあるよね。日本では見かけないフルーツの缶詰も、実は海外では売られているのもあるんだ。あくまで味覚の上で缶詰にするのには向かないけれども、製法上缶詰にすることはできるからね。例えば、中国ではイチゴの缶詰の販売がされていて、さっき言った通り少し柔らかめのイチゴジャムのような味わいみたいなんだ。タイでバナナの缶詰が販売されていて、これはバナナの果肉の色が生とは違い、味や食感も生鮮バナナのイメージとは全然違うそうなんだ。特に珍しいのはスイカの缶詰があるんだ。スイカを缶詰にするという発想が日本人にとってはかなり意外に感じるけど、スイカのみずみずしさは失われてしまうため、生のスイカとは全然違うものになっているみたいなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2022年3月16日に米国のバイデン大統領はウクライナに対して、総額136億ドル約1兆6000億円に上る追加支援を行うことを発表したね。そのうち、軍事支援として35億ドル相当を拠出し、FIM-92 スティンガー携行式地対空ミサイルや FGM-148 ジャベリン対戦車ミサイル、機関銃や敵弾発射機といった歩兵携行火器に加えて、ドローンを100機提供する方針であるとのことだな。直接的な軍隊派遣なんかは難しいけど、こういう部分での支援は惜しまないつもりなんだろうね。もう犠牲者の数は途方もないものだもんね。さて今回は、各国からのウクライナ支援についてと、苦戦しているロシア軍について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この支援内容の中で注目されるのがドローンの存在だね。このドローンの詳細については明らかにされていないけど、関係者から漏れ伝わる情報によれば、このドローンとはスイッチブレードドローンであろうと推定されているみたい。スイッチブレードドローンって何？このスイッチブレードドローンとは、空飛ぶショットガンとの異名も取る、米国エアロバイロンメント製の自爆型ドローンで、目標上空まで飛行後、目標に向かって急降下して突入して自爆するという攻撃を行うんだ。米軍でも2010年にアフガニスタンへ派遣された際に使用しており、長さ 60cm で重量は 2.7kg と小型軽量で、人間の手で持ち運びが可能な大きさとなっているよ。1機あたりのコストも6000ドル約72万円程度と兵器としては非常に安価でありながら、高価な戦車などの目標を効果的に破壊できるとのことで、世界的にも注目されているってわけ。今回のウクライナへの武器の提供もウクライナから米国に対して提供の要請があったことから実現したもので、ウクライナ側もその運用の容易性と費用対効果の高さに注目したものと思われるよ。このドローンの製造元であるエアロバイロメント社は、自社の公式ウェブサイト内で、ウクライナの人々や全ての NATO 加盟国と協力する用意がある旨の声明を発表しているな。ウクライナ軍では、今回米国から提供されたスイッチブレードドローンを運用する以前の、2019年からドローンの運用を開始していたんだ。その運用していたドローンとは、トルコのバイカル社製ドローンで、無人偵察攻撃機バイラクタル TB2 と呼ばれるもので、このドローンにてロシア軍の戦車や装甲車を攻撃し破壊している映像もウクライナ軍は公開しているよ。ロシア軍に比べて航空戦力が脆弱なウクライナ軍にとって、バイラクタルは非常に安価で効果的に航空攻撃を行える非常に貴重な戦力となっているってわけだね。
このバイラクタルは中高度長時間対空型無人戦闘航空機 UCAV という種別のドローンであり、遠隔操作による操縦か、あらかじめ決められたプログラムによる自立飛行が可能となっており、システム全体としては、6機のドローン本体と移動地上管制ステーション GCS2 台、地上データ端末 GDT3 台、遠隔ビデオ端末 RVT2 台と地上支援装置から構成されており、その他、ペイロードオペレーターやミッションコマンダーがそれぞれに指揮や制御、監視を行うことで、ドローンによる戦闘ミッションを遂行しているんだ。このバイラクタル TB には、主翼下に4箇所あるハードポイントに約 150kg の長距離対戦車ミサイルや小型精密誘導爆弾、レーザー誘導ミサイル及びロケット弾が装備可能で、RHA 換算 200mm の装甲を貫通する威力を有する、レーザー誘導滑空爆弾 MAM も搭載可能としており、これはウクライナ軍が対峙する T-72 戦車などであれば、砲塔正面装甲は貫けないまでも、側面や上面装甲を十分に貫通可能な威力を有しているんだって。ウクライナ軍は今回のロシアによる侵略に対する防衛戦で、このドローンバイラクタルと携行式対戦車ミサイルジャベリンによって多大な戦果を上げており、この戦果によってウクライナ国内では、バイラクタルを称える歌が作詞作曲され、ロシアに対する抵抗の象徴として、対戦車ミサイルジャベリンを聖ジャベリンと呼んで、ウクライナを守護する聖人として称えているらしいんだ。今回のロシアのウクライナ侵略では、かつてない規模での情報戦がロシアとウクライナ及び世界各国政府により展開されている影響で、実際にロシア軍とウクライナ軍の双方で、現実にどの程度の損害が生じているかを知ることは難しくなっているよ。しかしながら、ロシアが開戦当初に展開した電撃戦による、首都キエフの短期陥落が頓挫していることは事実であり、ロシアが開戦翌日に公表したウクライナ領空の制空権掌握は事実ではなかったんだ。このことから、客観的にロシアのウクライナ侵略が、ロシアが当初予定していたものよりも停滞し遅延していることは明らかであり、ウクライナ軍が当初の各国情報機関の予想以上に前線していることは確かだね。このロシア軍の侵攻作戦の停滞は、ロシア軍の作戦内容の稚拙さや兵站計画のずさんさ、兵士の士気の低さが大きく影響していることも要因の一つとは思われるんだけど、その他の要因として、西側各国による大規模な武器の援助が、ウクライナ軍の継戦能力の維持と打撃力の向上につながり、ロシア軍の多大な損害の要因になっていると見られているよ。ロシア軍は開戦以来、3月末までに7人の将官中将2名、少将5名が戦死しており、このほか、ウクライナに派遣されていたチェチェン共和国特殊部隊の将軍も戦死したとされているんだ。また、3月には第6諸兵科連合軍のウラジスラフ・エルショフ将軍が、損害方と戦略ミスを理由として解任されたと報じられているね。ロシア軍将官の階級制度は、少将矢印中将矢印大将矢印上級大将の4階級制準将がなく、大将の上に上級大将が存在しているとなっており、米軍基準で比較すれば、ロシア陸軍少将イコール米陸軍准将、ロシア陸軍中将イコール米陸軍少将となり、おおむね米軍の編成でいうところの旅団長や師団長クラスが戦死しているに等しい状況ってわけ。ロシアと同様に第二次世界大戦以後、多数の戦争を遂行している米軍の場合、ベトナム戦争以降の1955年から2021年までの66年間で3名の将官が職務中に死亡戦死は1名しているよ。この3名とは、1972年5月にベトナム戦争中に事故死したレンブラント・ロビンソン海軍少将、2001年9月11日の同時多発テロ事件で航空機の自爆攻撃により殺害されたティモシー・モード陸軍中将、2014年8月5日にアフガニスタン紛争にてアフガニスタン治安復興統合部隊副司令官として赴任し、首都カブールにある軍事大学視察中にアフガニスタン兵士に銃撃され殺害されたハロルド・グリーン陸軍少将の3名だね。このように米軍の場合、その全てが最前線ではなく後方で死亡しており、最前線で進行している側の軍から将官が7名も戦死したロシア軍の状況は、異常であると言っても過言ではない状況となっているんだ。このロシア軍の稚拙な軍事行動と多大な損害の状況は、西側諸国の軍事関係者を驚愕させるには十分なものとなっており、米欧州軍司令官は、米国の情報収集に瑕疵があり、ロシア軍の能力を過大評価していたとまで述べているよ。
特にロシア軍の将官の存在が大きい原因としては、ロシア軍の通信が暗号化されていない回線を使用しているため、ウクライナ軍に傍受されていたことが大きな要因の一つとして挙げられ、ウクライナ軍は傍受した情報から将官などの降下地目標の場所を特定し、ピンポイントで効果的に攻撃を行っているってわけ。また、3月25日のロシア軍による公式発表では、今回のウクライナ侵略によるロシア軍戦死者数は1351人であるとしているんだけど、西側各国の情報機関等が収集した情報によれれば、ロシア軍の推計戦死者数はロシア軍の公式発表数の5倍かそれ以上であると見られており、ロシア軍はウクライナへの侵略を開始してからわずか1ヶ月余りで、ロシア軍侵攻部隊の6分の1もの戦力を喪失したものと推定され、各国政府や専門家からは非常に驚きの声が聞こえてきているんだ。しかしながら、ロシア軍に多大な犠牲を強いているウクライナ軍だが、これはウクライナ軍の士気が高いことや西側各国から供与された武器の性能が高いことだけが要因ではないんだ。その他にも米国や英国の情報機関と特殊部隊のチームがウクライナ内で活動しており、彼らがウクライナ軍に対して効果的な行動ができるよう支援していることも大きな要因であると言われているぜ。また、時事通信が報じたところによると、2021年の早い段階でロシアによる侵攻の兆候を察知した米英両国は、前述の部隊をウクライナへ派遣し、ゼレンスキー大統領の身辺警護やウクライナ軍への助言、援助した武器の操作方法のレクチャー等をしていたとしているよ。なお、ここに報じされている各特殊部隊についてだけど、英国からは英国陸軍特殊部隊 SAS、米国からは海軍特殊部隊シールズが派遣されていると見られ、その各部隊の指揮を米国中央情報機関 CIA のロシア・ウクライナ担当官が指揮しているとされているんだ。英国も米国も、水面下であらかじめウクライナを支援していたんだね。さらに情報機関側の部隊としては、CIA の準軍事部門である特別活動センター所属の、元特殊部隊員や英国 MI6SIS の諜報員もサポートに当たっているみたい。このような支援体制をウクライナが受けられていたのは、2014年のロシアによるウクライナのクリミア半島併合に端を発しており、ウクライナ国内には NATO 諸国の特殊部隊の拠点も多数設置されたとされているんだ。これにより、ウクライナ国内で行動するロシア軍の情報がつまびらかにされたことも、ウクライナ軍の前線の要因になっているのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。